対人間として、うんうん、一緒に作品に取り組んでた感じですねモロもすごい頑張ってたよね、うん、もう毎回皆さんどうでした今の皆さん初めまして阿部アランです <laughs> いや今日この日を僕はすごい 楽しみに待っていたんで、いや本当に今からワクワクしてます公開が。はい、今日はよろしくお願いします。安部さん、はい、あのセブンオーダーのメンバー諸星さんもご出演されてますけれども、はいはい、共演というのはこの映画で共演というのはいかがでした。まあ映画で共演っていうのはもちろんまああのグループのメンバーとしては嬉しいんですけど、うん、まああのやっぱ現場に入る際はあのもう一対一っていうか、そのまああのこのし映画の出演者の一人なんで、うん、特になんか。 特別な思いっていうのはないですねいい意味でなんかフェアっていうか多分彼もそれは望まないですし僕もそういうの好きじゃないんでなんか対人間として一緒に作品に取り組んでた感じですねモロもすごい頑張ってたよねもう毎回皆さんどうでした今のもう毎回ちょっとカットって言われたみたいか今どうでした 好きだなぁ俺もうすごいね、もう真剣にで、何日間かやってる中で初日がちょっと自分の中で思うようにいかなくてすんごい落ち込んで俺、4時間ぐらい話されたもんんなですか <えー S 1> うんどうやったらもっといい演技できますかって。 そうだったんですねずーっともうコーヒー屋話してたんだけど最後閉店になっちゃってだから話が終わる前に閉店が来たってことですそうそうそうもう出ようって厚く話せたんですね熱く話してであの二日目の撮影の時に自分の中で思った芝居がしっかりできてよかったっすみたいなそんなことがあったんですねそんなことがあった